こんにちは、鷹の目工作室です。スチームチェストとスチームチェストカバーの、素材です。すごい威張りですね、まるで羽根付き餃子のようです。まずはクリーニングをしてから、次の作戦を考えたいと思います。威張りのクリーニングをひとまず終えました。これからミーリングにかかりたいと思います。まずはバルブチェストカバーです。本丸は表面と裏面なんですが、この薄い側面をつかむ必要があるので、表面のあれを落として左右の平行を出していきます。表面は超高のフェースミルで薄皮を剥ぐように削っていきます。何せこの素材チルができているようですんごく硬いんですよ。硬さでチョコチップが負けるようなことはないと思いますが、つかみがそもそもごく浅いので、弾き飛ばされるようなことになると悲惨なことになるので、ヒヤヒヤものです。特にこの面はエンジンの顔にもなる部分ですから、慎重に作業をしていきます。チェストカバーのクリーニングをしてみましたけど、とても鋳鉄を削ったとは思えない削り具合ですね。ヤスリがけの時にすでに硬かったので、ハイスのエンドミルではなくて超高のフェースミルを使ってみましたけど、大正解ですね。これだけ周囲は硬くなってる組織の違いまでこのフェースミル削り出してくれてます。まだこの先加工そのものは続きます。続いてバルブチェストです。両側面を削ってバルブロッドの通る部分が中央になるように調整をしています。この時点では寸法はあまり気にしていません。後でバルブチェストカバーとつら位置になるように調整をします。厚み方向についてもバルブロッドの通る部分が中央となるように調整しつつ、こちらはこの工程で仕上がり寸法にします。バルブチェストとカバーは組み立てた時に幅がきれいに揃ってほしいので、横着をして幅の調整と取り付け穴の加工をトモで行うこととしました。そこで2つをロックタイトで固定をしていきます。穴開け以外の作業ではバイスやチャックで2つを固定しているので、ロックタイトが力負けする心配はしていません。
それでもカバーに力が集中しないように配慮して固定をしているつもりです。固定穴の加工では、イハダにネジが来るところではスポットフェーシングをしているので、ここでもスポットフェーシングを考えましたが、シリンダーカバーのように磨きの部分では行っていないのと、縁に近くバランスが良くないと考えて省略することとしました。上面と下面の加工は旋盤作業になります。いずれも突起物があるので、それを基準に四つ爪チャックで芯出しを行って加工していきます。プロの方の動画を見ていると、芯出しをことのもなげに行っておられますが、私の場合はまだまだ修行不足で、いちいち考え込みながらの作業になります。途中、上面を削ってるシーンの動画を取り回しました。肩の部分と上の出っ張りの胴体の部分は普通に削れば良いのですが、てっぺんのドーム状の部分は下手にバイトで削ろうとすると形が崩れそうだったので、ヤスリで粗ましの形にするところでやめました。この部分は紙ヤスリで気持ち磨いています。本来肩の部分も磨きたかったのですが、この出っ張りを避けて磨くうまい方法が思いつかなかったので諦めることとしました。
下の部分もボスを基準に芯出ししていきます。厳密には上部の出っ張りと下のボスは同芯なのですが、側面を削るときに 両側面の中心になるようにしたので、これでよしとしました。爪傷を避けるために各爪に当て金をしてあります。ここでカバーに当てる面の当て金に幅の広いものを使用していれば、この後の悲劇が避けられたのかもしれません。肩の高さをカバーに揃え、ボスの太さと長さを所定の寸法に整える。特段コメントする必要もないほどの作業です。ここでも肩の部分の磨きは諦め、削りだけでもきれいにと仕上げ削りをしていたところでそれは起こりました。チップの破損はともかく、チャックや他の部分に被害がなかったのは不幸中の幸い。それにしても顔になる部品のこの損傷は痛い。気を取り直してボス部分の加工です。バルブロッドの通る穴は上部の出っ張りの部分まで一度に開けます。グランドナットのはまるネジ穴ですが、 P3 のOリングを使うためネジ径に対して少し大きめの下穴を開けています。バルブロッドの径に合わせてリーマーを通していきます。
ネジは M7 ピッチ 0.75 の細めネジです。はじめはドリルチャックに加えて始めていますが、止まり穴でそこに当たった感触が分かりにくいので、途中からハンドルをつけて手で支えて切っていきます。側面は油を塗ったサンドペーパーで磨きます。はじめは目の粗いものでカッターマークを消し、徐々に目の細かいものでツヤを出していきます。試しに水研ぎの砥石で研ぐと、目を細かくしてもツヤが出ません。破損したバルブチェストカバーですが、チルができて脆くなっているところに内部に巣ができていたのかもしれません。破損した部分はもともと表面にも荒れがありました。バルブチェストカバーの修復ですが、いろいろ考えました。炭素鋼で代替品を作る案、綺麗な表面はできて良さそうなんですが、真ん中の S マークが再現できません。何かで補修する案、補修箇所がかえって目立ってしまいそうです。スペアパーツを取り寄せる案、運賃だけでもバカになりません。最後に蒸気を導入する穴を開けていきます。こちらも M6 ピッチ 0.75 の細めネジに変更してあります。とりあえず機能的には何とかなりそうなので、そのまま行くつもりです。ご視聴ありがとうございました。